フアン・ラモン・ヒメネス・マンテコンは、スペインの詩人。彼が、近代史で成し遂げた、最も大きな業績は、純粋詩の確立である。1956年に、ノーベル文学賞を受賞した。フアン・ラモン・ヒメネスとも、1881年12月23日、スペイン・ウエルバ県ウエルバ近郊のモゲールで、父・ビクトル・ヒメネス、母・マリア・プラ・マンテコンの、第四子。 次難として生まれた。彼は家業を継ぐために、セビリア大学で法律を学んだがその道には進まず、死に傾倒し、1900年、アンダルシア出身の先輩詩人、フランシスコ・ビリア・エスペーサに誘われて、マドリードに赴き、モデルニスモ文学を代表する詩人ルベンダリオの強い影響を受けた。同年、芸術的分野へ進むことに理解を示してくれた。 父親を亡くしたことで精神に不調をきたしたため、フランスボルドーの精神療養施設に入所し、その期間に、彼は療養生活中にもモデルニスモ詩人たちと交流を続け、試作を続ける。1905年には、帰郷して、静養を続けた。後にこの時の経験をもとに、三分詩集、プラテーロと私を執筆する。1911年、健康を回復して、 マドリードに戻り、文学者活動をさらに旺盛に進める。1916年、1913年に知り合って、以来、恋愛関係にあった、セノビア・カンプルビーと結婚し、アメリカを旅行する。彼女は、カタルーニャ州出身で、プエルトリ個人を母親に持ち、ラビンドラナーとタゴールの翻訳者として著名でもある。結婚を契機として、自らに確かな個性を見出し、これより以後、 人立を排した自由し、純粋歌の確立へと自覚的に向かう。1936年、スペイン内戦が勃発すると、夫妻は、キューバ、アメリカに逃れた。1946年、ヒメネスが心臓病を患い、妻セノビアと関係の深いプエルトリコに落ち着いた。ヒメネスは後に、メリーランド大学カレッジパーク校の、スペイン語とスペイン文学の教授となった。 1951年以降、プエルトリコに定住する。1956年、彼はノーベル文学賞を受賞したが、3日後、その知らせが届いた日に妻が子宮癌で死去した。彼自身は2年後の1958年5月29日、妻と同じ病院で亡くなり、妻と共に、故郷もゲールに葬られた。彼の作品中、故郷での西洋の間、常に、 彼を背中に乗せて歩いたアイロバ・プラテイロや、故郷の風景、様々な人々との交流を描いた、プラテイロと私が、世界的にも、最も有名である。また妻と共同で、アイルランドの作家の儀曲の翻訳なども手掛けた。彼は存命中、おびただしい数の詩を発表し、詩集になったものだけでも44冊を数える。1982年より発行されていた2000。 ペセタ紙幣には、ヒメネスの肖像が使用されていた。2000ペセタ紙幣も、ゲールの町役場の広場にあるヒメネスの銅像この時の経験をもとに、プラテーロと私を執筆する。A.B. マンタコンは、母の姓、岩波文庫、プラテーロと私の1896年15歳の時との記述に基づくが、弥生書房、ヒメネス集では16歳の時となっている。 ジュアン・ラモン・ヒーメネス・クロノロフィア1881から1915、スペイン語条景、プラテーロと私によれば、1914年、プラテーロと私が、初めて一冊の本となり、マドリードのラレクトゥーラ社から出版された。それまで、断片的に発表されていた、三文、同解説、1917年、プラテーロと私の完全版が、 マドリードのカリエーハ社から出版された同解説とのことだがヒメネス州では1907年から執筆を始め4年後に世に出したとあるありがとうございます。